北広島のエスコンフィールドで広島が日ハムと試合した結果。平日にしては多い北広島。大いな広島からツアー臨時便出てるの。よく広島から来るね。広島から来た広島は何か近そうだから。北広島に来た広島。地元だからいっぱい入って当たり前だな。やっぱ交流戦って神だわ。なんやかんや空港近いし広島空港から来ればすぐやしな。地名の相性が良すぎる第二のホーム球場でいいのではないか。シーズン中ここで主催試合組んでもいいかもしれんぞ。北広島民は勝手に親近感持ってカープファンだったやついそう。勝手にってか、もともと広島からの移民やろ。広島出身のトンデン兵が開拓したから名前が北広島なんよな。広島ダービーやぞ。負ける規制返事元やし。ヤクルトでも結構入ってたし広島ならもちろん入るやろ。神宮とか一時期カープファンの方が多かったから。カープ以上に阪神が来るからな。ユニ着てる率高くね。わーい、ハムオリの試合三塁側で見たがユニフォーム着てる人はまばらだったわ。真っ赤なのやつ感あるわほんま。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報を配信していますのでチャンネル登録をよろしくお願いします。